結局、ゲームというのは、投入したロークに対する、適当、な報酬、それこそが肝か。価値、比較的快楽ならわかりやすい。適当な困難をクリアしたら、それにふさわしい、え。旧皇帝のもと、ゲーム領域での、物語性への追求、が、ちょっといびつだった気はする。旧皇帝は、トローが好きだ。ユーザーが必死に努力し考え突破したとき、何もない？その失望感こそが彼にとっての快楽であり、糧でさえある。皇帝の日常その反射。あるいは、ふさわしい給料の額、そういうのは、ゲームでの実感、から定義されるものなのかもしれない。ゲームで、面白い、とき。それ、はロークに対して期待される、理想的給金、を定義する。その辺から測って自身の給料、それは高いか低いか判断するわけだ。低いならそこはブラック企業、ではある。作る側にとっては今、苦なんか。